沖縄県第四区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。2002年公職選挙法改正による区割りの変更で新設。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。本島南部と宮古列島、八重山列島からなる選挙区である。2002年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 宮古列島、八重山列島は1区から、本島南部は2区から、分区、移動した。沖縄県内では、比較的保守勢力が強い地域とされ、自民党の西目常三郎が地盤としている。しかし、2009年と2014年は革新系議員に、敗れており、近年は、与野党混戦気味の様相を呈している。ただし2014年に革新政党の推薦を受けて、 当選した中里敏信は元自民党県議であり、西目の講演会長も務めていた。第49回衆議院議員総選挙10月31日、沖縄県第4区次の内閣、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数29万5455人、 最終投票率 55.、55.05%第48回衆議院議員、総選挙10月22日沖縄県第4区時の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、28万6648人、最終投票率、 58.32%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、沖縄県第4区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、27万3173人、最終投票率 51.、51.17%第46回衆議院議員、 総選挙12月16日沖縄県第四区時の内閣野田第三次改造内閣解散日2012年11月16日公示日2012年12月4日当日有権者数26万8344人最終投票率53.37%第45回衆議院議員総選挙8月30日沖縄県第四区時の内閣 麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日当日、有権者数、25万9929人、最終投票率 64.、64.33%第44回衆議院議員、総選挙9月11日沖縄県第4区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、 2005年8月30日当日、有権者数、248,584人、最終投票率57、57、40%第43回衆議院議員、総選挙11月9日、沖縄県第4区次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、 242,602人最終投票率52.66%ありがとうございます。